ゆくきん、エビデイ、おー、ハロー YouTube。はい。今日皆さんにご紹介するのは、ゆくきん、マージャン、連敗からついに脱出です。 いえ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 いイいえいいやー結構負けてたんだよ。負けてる時はあんま言いたくないから言ってなかったんだけど。とか好んで言う,言うのもだるいでしょいやー本当にね。3月4月は結構プラス。47,800ポイント。まああの3月ね。 何回かやって6回やってか4月も6回やって5万150ポイントプラスポイントねお金はかけてませんよポイント争ってんだけどそれが5月はマイナス2万200ポイントまあその前に合計9万ポイントぐらいかかってんだけどでもね5月6月負けてばっかだったんだよ5月の内訳プラ2300ポイント その次、マイナ24700ポイント。次がまあちっちゃく2700マイナポイント。マイナポイント。<laughs> あ、意味が違っちゃう。次、プラス4900ポイント。まあまあまあ、これはちょっと行ったり来たりで一回大負けみたいなもんだけど、6月、マイナス5100ポイント。次、マイナ17300ポイント。次、17800ポイント。このね、 三連敗か。約、えぇ、ー、四万ポイント負けてたんだよ。三連敗で。でかくね腹立つ。四万ポイント。そんな中、今回勝ったのが、二万五千九百ポイント。だからまあまあ、約四万負けの中。 うん。ちょっと戻しただけだけど、連敗から脱出よ。いえいえいえい <laughs> そして、今回の成績というか、ね、いろいろ。過程がこちらね。ズン見てもわかんない人いるかなゆくと書いたらんが私ですけど、1枚目。 一枚目が、ねえ、最初の八連戦は、トップ全部取れず、また今日も負けんのかな、運が悪いのかなって思って、トップをとにかく取るのが有利なゲーム。そしてできるだけビリを取らないのがいいゲーム。当たり前っちゃ当たり前だけど、割合が全然違うから。2位と3位が一番中途半端で。で、そんな中僕2位と3位ばっか取ってんだよ、中途半端。技術があるから、 あんまおまけはしないんだけど。でもそう、その前の2連敗はすごいビリ取ってたし、運も悪くて。で、そう、どうあれこの1枚目が2回ビリかなうん。2回ビリ取って、それ以外が2位と3位ばっか。今回も負けるかな ?1 枚目の合計マイナー71ポイント。と思ったら二 2, 2枚目見てよ。8連戦のうち、 1>, 1位5回。すごくね。<laughs> ね、ようやく戻ってきたよ。で、ラスト泣きの2回で、1位と3位。そりゃ勝つわ。最終的に、えー、ポイント。ポイントは100倍して計算するので、ポイントはね <laughs>。うん。25,900ポイント。ここ勝ってるわけね。 うん、今まで負けてんのが納得いかなかったんだよ、本当に。別に何を打ち、打ち筋を変えたとかさ、適当にやった、酔っ払ってたとか、そんなも一個もない。酒も飲んでないし。なのにさ、ここね、さっき言った3連敗あの、このページじゃなくてね、成績としての。ずっと納得いってなかったの。私が、私は技,技術、賢いし、技、技量もある。 だから上手に考えてやってるわけよ。周りの人たちは、な、まあ名前も出さないし、えー、人の趣味を否定はしない。否定しないけど、普段スロットとか競馬とかもやめられない。自分を律することができない。だから僕がリーチしたり、明らかにテンパイでも平気で突っ込んでくる。我慢ができないの。僕は引くとか引くとかちゃんと考えてんのに、それでだからとにかく、 全っ波、全ツで来る奴ら。だから、街のいい形にして、とにかくリーチをすりゃ、ね、一発とかもあるし、裏もあるしで、完全にこっちの方有利だと思って、有利だと思うし、普通に考えたら。だから僕は、ね、まあ変な街、街の悪い形じゃなく、枚数もある程度ある、両面街以上でリーチをかけてんのに、今言った全ツばっかしてくる奴らに、人間否定はしないけどね、うん。 そ,その人たちの運のみで負けてたの。そいつらが勝手に追いかけてきて、追いかける位置で僕がただ振り込むとか、えー、かんちゃん一発つもされたりとか。わかるわかんないか。それでもいい説明とかずっと言うよ、僕は。わ <laughs> かるわかる。同じこと言ってる。あの、そう。とにかく、運、運ばっかで僕が負けっぱなし食らってたの。僕の運のなさ。周りのわけわかんない奴らの、 運ばっかいい感じで。そう。理屈とか道理、考え方で言えば僕の方が絶対合ってんのに。うん。それがようやくちゃんと、今回は、ね、僕が別に劇的に運が良かったとかじゃなく実力が出たってことだな。ま、超運が良かったのもあったけど <laughs>、運が良かった回もね。うん。 ようやく負けから脱出ですよ。うん。あとね、ちょっとついでで <laughs>、えー、記念撮影したんだけど、これを見てください <laughs>。某、私のし知り合いの、その場にいた、エルングサイズ、愛藤さんの <laughs>、この上がりの手役見て。ねえ、234のマンズ。 えー、六七八のマンズで泣いて、えー、手持ちの形で別に単ヤオの形でもない、一通でもないけど、背底で積もっつってひ、ね、えー、開いた手配がこれ。<laughs> ねえ、一二三があって三ンとローソーどっちか引いたら背底積も、ギリギリ役がつく。まあドラも一個つくのか、って話なのに、 一数万だと思ってたのかな <laughs> で、背景で、よしツも背景つもドライチーつって開いたのがこれ。チョンボですよ。<laughs> 私ぐらいしか不計算がその時できる人いなかったから、ねえ、うん上がりなのじゃあちょっと見ようっつって、あれ符が一つもついてないと思って。といつでもない、純つばっかでもピンフでもない。 <laughs> あれ、形がおかしいな、つって <laughs>。本当に、どうしようもない。ちょんぼ野郎がいたり。ね。どうでもいいけど、麻雀ファイトクラブで、さんまだけ、三人麻雀だけど、また国使上がりましたというね。さらに最後、私からのお知らせが、 そういうことになります。<laughs> <laughs> 嬉しいでしょ。うー麻雀登録してね。